ます。どうか、どうかお慈悲を。はい。そうです、はい。同じクラスの、よくわかりましたね。まさか、私のことを認知してくださっているとは。いや、確かに、一番私にとって特別な、そんな人を選んだつもりではありますが。ああ、この姿ですか。違いますよ。コスプレじゃないです。私はですね、その、実は、サキュバス、なんです。知ってます、サキュバス。おお、そうです、そうです。さすが男の子。そうと決まれば、話が早いですね。どうか私に、その、席を、恵んでいただけないでしょうか。わかりました。では、耳かきで、その、お願いします。なんだか得しました。私的には、そっちのがありがたいですし。膝枕ですか。はい。膝枕？ごめんなさい。夜中に叫んじゃって。それくらいはまあ、できなきゃダメですよね。恥ずかしい。では、どうぞ。どうしたらいいですかね。なるほど。まずは耳を拭いてきれいに。そういうのが好きってことなんですね。大丈夫ですよ。魔力で極上のタオルを出しますから。じゃーん。魔力を使ったらフラフラします。これは早く正気をもらわねば。では、行きます。するのは初めてなので、うまくできてるといいのですが。こういう感じですか。なるほど。そしたら耳かきをしていきますね。
ますよ。あなたからわずかながらに精気が溢れています。気持ちいいということですね。精気を体に浴びるというのはこんな感じなんですね。もっと、もっと。わかりました。そしたらさっき出したタオルで。新鮮な精気が、右とは感じ方が違うのでしょうか。出方が違いますね。ただどっちも美味しいですね。次は耳かきですよ。左もたっぷりと楽しませていただきますね。こっちで新鮮で純度の高い精気がたまりませんね。
地に来てからこんなに満たされたことはありませんよ。いや、地獄にいた時を含めてもです。初めて自分で取った聖器はこんなにも特別なものなんですね。これを知ってしまったらインスタントには戻りませんよ。なんか外から悪魔払いの人たちの気配がするんですが、やばい、あなたの席が外にも漏れてしまってバレちゃったかもですよ。逃げないと。途中になっちゃいますけど、これで失礼しますね。命が危ないので。その、また来ますね。絶対。